やっほー、あやです。はい、皆さん見てわかりますか？そうなんです、やっとソファーが来たんです。いい女風の部屋になってない？あ、いい女だった。サーシーン、本当に1ヶ月ぐらい待ったのよ、このソファーを。でもやっと来て、もう本当に幸せ。改めてソファーの偉大さに気づかさせていただきましょう。シャーシーン、このソファーにね、座りながらなんかちょっと雑談でもしようかなっていうゆるい動画です。イエーイ。イタチョコアイス食べよう、とりあえずね。はい、それではイタチョコアイス食べていきます。イタチョコアイス今日久々に買いに行ったのよ。だから今日久々に買い物って言っても、ご飯の買い足しに行ったんだけど、その時に買いに行きました。10個買ったストック、もうこれで10日間を買いに行かなくて平気ってことですね。いただきます。毎回板チョコアイス食べるときさ、初めて食べたみたいな、すごいいいリアクションするよね。さよなら。やっと家もね、ようやくできてきたって感じですね。あとはキッチンの棚とベア、犬を持ってくるだけ。持ってくるって言ったらあれだけど、一人暮らしって思ったのは、めちゃめちゃ寂しくなると思ったの。本当に私もずっと実家暮らしで、ずっと親と一緒に、もう帰ったらご飯があってみたいな生活をしてたから、もう絶対ホームシックになると思ったんだけど、全くならない。すぐに帰れるっていう距離だから、なんないだけだと思うんだけど、もしこれ、実家が大阪とか、遠かったら多分ホームシックめっちゃなってる。ホームシックよりも、犬に会いたすぎて、1週間に1回帰ってる。だからホームシック、それはなんねえよな、ホームシック。なんか本当に、この家に引っ越したら、男はね、いい感じの男は入れるつもりだったよ。いい感じの男ができたら絶対家に入れるんだろうなと思ってたんだけど、マジで一人暮らしして、1ヶ月経ったけど、もう、男性来たの兄ぐらいです。本当に。こんなもんなんだと思って、一人暮らししても結構、あ、こんなもんなんで一緒にって思った。汗。あ、ちなみに、すごい話戻るんだけど、このソファーはニトリで買ったんですね。このソファー、意外とこう見えてでかいんですよ。2メートル以上あるのね。で、なんか、やっとね、ソファーが来る日になったの。でも、すごいワクワクして、すごい早起きして、ルンルンルンってしてたのね。じゃあ今からソファー運びますね、みたいな言われて、あ、お願いしまーすって言ったの。それで、なんかピンポンって言って、もう届いたのと思ったら、すいません、ソファーが、どう頑張っても運べなくて、みたいな。エスカレーターにも入んないし、階段の壁とかにももう当たっちゃって、もう運ぶことできないので、もう買い直していただくか返品していただく形になりますって言われて、嘘でしょと思って、あ、ちょっと来てもらっていいですかって言ってみたら、本当に入んなくて、バラバラにして運ぶことできないんですかみたいな言ったら、あ、バラバラ少々待ちこなさいって言われて、そしたら、あ、できましたって言われて、はぁ、ざけんなよ、今のハラハラ返してって思って、本当に汗しましたね、正直。私、カウチソファーっていうのかな、 LG、 これ足伸ばせるんですよ、ここだけ。もうこういうソファーに本当に憧れてて、ソファーは絶対にでかいのにしようって決めてたの。ソファーってやっぱでかいだけでさ、気分も上がるわけじゃん。ソファーはもうどうしても2メートルのやつで、この L 字型がいいと思って死ぬほど楽しみにしてたから、本当に最高だって。私何に180何センチぐらいあるんだけど、私何がこう横になっても足伸ばせるからね、本当に。うちに泊まりに来る人はここで全然寝れるから、いつでもここで待ってまーす。久々に板チョコアイス食べたらすごい食べるの下手になってる。でもさ、思ったのなんかさ、私がさ、コラボ動画とか、オブヘアって YouTube もやってるんだけど、ここで板チョコアイス食べる企画とかやったんだけど、私ぐらいじゃん、こんな毎日食べてんの、板チョコアイスを。だからさ、一人だけさ、もう、開け方もプロし、食べ方もプロでさ、あ、自分さすがだなと思う。だからコメント欄とかにも、あやちゃん、板チョコアイス食べるのうまいって来てて、あ、確かに。あ、ほんとにした。イタチョコアイスって、ここら辺だとドンキが一番安いの。多分東京の人だったらドンキが一番安いのかな。わかんないけど。88円で買えるの、ドンキだと。だから絶対ドンキで買うようにしてるんだけど、イタチョコアイス。10個買ったの、今回。ね、ドンキで他に買うものなかったから、ほんとにイタチョコアイスだけをこう、カゴに入れて、レジに並んでたら、後ろが年配の人、おばさんだったんだけど、あんたこれ一人で食べるのって言われて、もうとっさにちょっと恥ずかしくなっちゃって、あ、友達とシェアして食べますってなんかとっさにね、別に一人で食べますとか言えばいいのに、なんかとっさに恥ずかしくなって、あ、違います、友達とシェアして一緒に食べますみたいな何自分嘘ついてんのだってなぜか嘘ついちゃった。ごめんね、おばさん、本当は一人で食べてます。チョコアイス一人で食べてるよ。
イエイエイ。最近3日前ぐらいに iPhone12 にしたんだけど、まあ、確かに私 10S 使ってたからすごいいいよ。カメラとかも本当に画質綺麗だし、わーすごいって思うんだけど、ただしかし 5G が売りじゃん。でも 5G がマジ飛んでなさすぎて、まだ本当に 5G になったこと1回もないの。だから買いたいなと思ってる人はそんな期待しない方がいいと思う。そんな変わんないっていうか本当に何も変わんない。しかも田舎暮らし、田舎とかだったら絶対に 5G まだ飛んでないじゃん。だから絶対に意味ないと思うって私は思った、正直ね。なんかやっと昨日ベアの手術、ベアの去勢手術が終わったんだけど、なんかベアのなんかあの歯が、新しい乳歯が抜けてなくて、まだ赤ちゃんの歯が、歯も5本抜いて、で去勢手術もしてみたいな。絶対に辛いじゃん、絶対に辛いって分かってて、まあもうかわいそう、やらせたくないと思ったけど、まあね、ベアのためにも やったんですけど、手術終わった後なんか迎えに行くじゃん、いつもならって言って尻尾もフリフリでもうウレションしちゃってみたいな感じなのに、なんか去勢手術終わった後本当に元気がなさすぎて、なんかはいじゃあベアちゃんみたいな、こうやって病院の先生がこうやってベアをさ持ってくんじゃん。もう本当に元気なさすぎて、なんか私たちのことも横目で見んの、なんかこんな感じ。ベアベアやだよって言っても尻尾も振らなくて、あーもうかわいそうと思って、でそのでお家帰ってもう本当にずっと元気がなくて、ずっとぐったりして寝てみたいな、もう本当にかわいそうだったんだけど、その次の日ぐらいから、まあ私がリビング行ったらちょっと尻尾振ってくれるようにはなったんだけど、まだ全然元気じゃなくて、もう本当に辛い、本当に辛い、私もう本当に泣きそうになった。ベアが辛そうすぎて、もう犬飼ってる人は分かると思うんだけど、もう自分の娘みたいな感じじゃん、本当に自分の娘だと思ってるから、なんか本当に辛すぎて、もう変わってあげたいと思ったし、なんかベアが元気ないだけでもう本当に私も元気出ないし、なんかもう本当に心配で、今もねお母さんから今日朝ベア元気みたいな聞いたら、なんか動画送られてきたんだけど、もう本当ずっとみたいな感じで、あーと思って、だから今日もう実家帰るちょっとベアちゃん心配だから、一昨日帰ったばっかなんだけど、ベアちゃん心配だから今日も実家帰る今日のね企画はなんかソファー新しく買ったよみたいな、多分そういうサムネだと思うんだけど、あのリビングのこの一角をねちょっと紹介しようかな、じゃあせっかくだから初公開、多分初公開。リビングはこんな感じで、この絨毯はバイマで買いました。バイマかわいいでしょ、このゴールドみたいな。でこれなんか犬にあんまかじられないように薄いやつにしました。多分ベアこれでも噛むんだけどね。こんな感じですね、ソファーは。これ2m14 ぐらいあって本当に大きい。でこんな感じで、この机は Amazon で買いました。いくらだっけな、2万とか1万ぐらい、安いやつで、こっちはこんな感じです。今リングライトがあるんですけど、テレビがあって、テレビは50インチのやつを買いました。このライトはなんか一生つかないだからなんか一生つかないから、あのすいませんつかないんですけどって言って、あのクレーム入れたら、あすいません返却しますって言って、あの返品返却返金返金してくれて、なんか返金してくれるのはいいんだけど、あのこれを引き取ってほしいと思って、すごいあのなんかすごい、しかも日本人じゃないから本当に変な日本語、本当にすいませんみたいな、なんか本当に変な日本語できたからちょっとよく分かんなかったから、まあとりあえずまあお金が返ってきたから別にいいかなみたいな感じで、新しいライトを今探してるところです。この横はリモコン立てですね。これ良くない？これどこで買ったっけな、 Amazon とかで買った気がする。でこれは前の家にもあった、なんか領収書とか入れようかなと思ったんだけど、飾ってるだけで可愛いなと思って。でここにあのティッシュと、あとはこれもうずっと使ってる私が白のディフューザーですね。でこれはオーベヘアで20万記念おめでとうって言ってもらったお花です。この花瓶すごい可愛いの。これね、ザラホームで買いました。こんな感じで、カーテンはなんかエロいやつですね。これも前の家から持ってきたやつです。以上終わり、リビングの紹介終わり。はい、こんな感じですね。ということで、ソファーが来たよっていう動画でした。ありがとうございました。はい、ということで終わりまーす。バイバーイ。